どうも、ドズルです。はい、今日はですね、空軍合宿所からお送りしていきたいと思います。今回のこのイベントなんですけれども、ちょっとね、群馬帝国遠征軍さんと私たちクラクラチャンネルで、空の攻めをもっと練習したいねと、苦手を強化したいねっていうことで、立案させていただいたイベントでございます。ということで、早速ね、見ていきたいと思うんですけれども、最近の空攻め、何が多いですかね。天才戦術、そしてアルティメット、この二つがね、やっぱり人気の、空攻めになってくると思うんですけれども、今回この高潮さんは、天才戦術を、やってくれています。ライトニング4発使ってね、アーチャークイーンのレベル30を、勝利しようとしているんですけれども、これなんとですね、失敗しちゃうんですよね。アーチャークイーンが、ギリギリ生き残ってしまうということで、本来なら、ライトニング4発で、アーチャークイーンやっつけれるはずなんですけれども、ちょっとタイミングがずれたのか、アーチャークイーンでギリギリ生き残ってしまいました。なんですけれども、こっから全開取るんですよね。相手のヒーロー、もちろんレベル30-30のフルカンストの、ベースです。アーチャークイーンもバーバリアンキングもそんなに、なんていうのかな、大活躍しているっていうわけではなくて、全然ね、施設としては壊したの、ほんと数個なんですけれども、こっからですよね。なんでこの、全開が取れたか。このベース相手に全開が取れたかっていうと、やっぱりラババルの強さなんじゃないかなと思います。10ラバの本当に強さっていうのは圧倒的ですよね。ラバっていうユニット自体がもともとやっぱりバランス的には強くて、それを最大限にね、もう割り振っているので、やっぱり強いのかなと思います。アーチャークイーンも落下ダメージでやっつけれましたし、こっからやっぱラバがね、一挙にダメージを吸い取って、バルーンが生き残り、で、そのままもう押し切る感じですよね。で、ラバが多ければ多いほど、弾けるパピーももちろん多いので、時間切れの心配もなくなっていくのかなという感じでね、まだラバが生き残ってますもんね。はい、ということで結構ね、天才戦術って今練習しておくべき、やったことない人はね、本当に練習すべき戦術の一つなんじゃないかなと思います。ヒーローレベルにそこまで依存されることなく、やっぱラバの強さでね、全開をもぎ取っていけるので、その高潮さんもね、そんなに、相手のヒーローに比べると強い、ヒーローのレベルってわけじゃないんですけれども、このベース相手にね、全開取っているわけですし、ちょうどラバがね、溶けたんですかね、最後。ちょうどラバが最後溶けて、最後のパピーが防衛施設をすべて破壊するという、ちょっとね、ラッキー要素もあったと思うんですけれども、最初のライトニングを失敗しても、全開を取れると。で、結構ね、ぶっちゃけ、ライトニング失敗しても全開取れてるのを見るんですよね。本当に。それぐらいやっぱ10ラババルっていうのが強いのかな、ということで、示させていただこうかなと思います。結構やっぱりありなのかなと思いますね。はい、ということで、次行きましょう。次はアルティメットを見ていきましょうかね。せっかくなんで。やっぱりハイブリッドはね、純粋なハイブリッドよりも最近はね、アルティメット攻めって言って、アースクイック4つを、リクパートに使っていくハイブリッドっていうのが最近よく見るハイブリッドですよね。さあ、今回サイドカットでしっかりガーゴイルを使いながら、うまくうまくサイドカットしていっています。やっぱりこのリクパートのうまさっていうか、丁寧さっていうのは絶対必要になってきますよね。無駄にウィズを消費しなくて、しっかりね、サイドカットしていくっていうのは本当に重要です。ここなんですけれども、オールブレイカーがね、今分かりましたかね。小爆弾によって全部やられてしまいました。小爆弾の位置本当良かったですね。小爆弾の位置が良くて、オールブレイカーがね、4体ともやられてしまいました。本来なら、オールブレイカー1体出して、でその後に、難易度確認した後にね、出すべきだったと思うんですけれども、ちょっと早くね、出してしまったんですよ。で、このミスかなり致命的で、アーチャークイーンもターゲット取られて、かなり体力削られてしまったんですけれども、ここから挽回が素晴らしかった。さあ、ここで、アーチャークイーンのね、特殊能力、クロークを使って、ターゲットを外して、その後に、ヒーリングでね、アーチャークイーン半分ぐらいまでやられてたんですけれども、しっかり元に戻して体力満タンにします。で、奥の対空砲まで、しっかり処理していくんですよね。リクパートにもう呪文全部使ってしまうっていう、かなりね、トリッキーな攻めではあるんですよね、アルティメット攻めっていうのは。なんですけれども、こういった不測の事態にもね、しっかり対応できるっていう、ハイブリッドのリスクである星1の危険性っていうのが非常に少ない
戦術、まあ、ハイブリッドの本当欠点がないような戦術がアルティメットなんじゃないかなと思っています。実際中心部のテスラが固まっていたり、そのクロスボウだったり、体力がかなり高いクロスボウだったりをアーチャークイーンが攻撃をサポートしてくれるので、非常に中心部の進みをスムーズで、残りの対空砲も処理できていくといった感じで、ね、本当にアースクイークっていうのは安定して星を取るにはいい戦術なんじゃないかなと思います。まあ、一つ難点を言えば、空パート、陸パート、どちらにもこう、精通していないとなかなかこう、難しいですよね。素人っていうか、その全然陸パートも空パートも、知識がない人がパッとやってできる戦術ではないのかなと思います。ただ逆を言うと、これだけ練習すれば、陸パートと空パートの基礎はしっかり掴むことができるんで、ぜひですね、やったことない人はぜひチャレンジするべきかなと思います。やっぱり陸パートと空パートそれぞれ覚えるポイントっていうか、抑えるポイントっていうのがそれぞれ違うので、いろいろ覚えることがあってね、逆に楽しいんじゃないかなと思います。私もハイブリッドっていう戦術が出てこなかったらね、その空パート、例えばバルーン2体でね、防衛施設が破壊できるとかいうのも全然知らなかったですし、やっぱりいろんな戦術を使っていろいろ知識を蓄えていってほしいなと思うので、ぜひね、アルティメットやったことない人は、やってみてはいかがでしょうか。ということで、今日はね、天才戦術とアルティメット戦術、この2つをお送りいたしました。まだね、この空軍合宿場のイベントでたくさん気になるリプレイあったので、またね、違う動画でお送りしていきたいと思います。あとですね、うちのクラメンの、ね、ネロさんとケイスケさん、この2人もこの空軍合宿所ね、参加して、そのリプレイなどをたくさん、各自のチャンネルで上げているので、よければね、説明欄に書いてあるので、そちらもね、見てみてください。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。